粗末さんのへそくりウォーズニートの攻防。はいどうも、こんにちは、は高丸かまるです。おそ松さんのひとくりウォーズニートの攻防4周年おめでとうございます。いやー、もう4周年なんのか、早いもんだね。まあ更新内容とりあえずこちらだね。新しい星4シリーズタキシードだって。おお、すげえ、みんな決めてんね。これそれぞれなんだろう、バレンタインのやつだな。2期のバレンタイン会でなんかそのみんなそれぞれ兄弟からもらってるのと同じなんだろうな。特徴が一度に多くの敵に攻撃を行う、特定のキャラの能力をアップさせる、HP と攻撃力がかなり高い。例えばおそ松とカラマツとチョロマツのタキシードがチームにいた場合は、チョロマツとジューシマツとカラマツの攻撃力がアップ。やっぱこれあれだ、あの攻撃この構えモーションでそのなんだろう、この賞みたいなやつを渡されてる、ん、渡してる松の能力が上がるやつなんだ。だからおそ松の場合はこれ、おそ松に渡してるのこれチョロ松なんだよな。だからチョロ松の攻撃が上がると。でもそう考えるとトド松はどうなんの。トド松は自分の能力上がるのかな。まあいいや、まあそれ踏まえて更新内容はこちら。タキシードが配されるステップアップガチャの開催、優勝ダイヤのみ回せますと。あと新発売キャラクターガチャでタキシードが配置されるなあ、無償ダイヤでも回せる。でもなかなかな、当たんないんだよな。あと映画のおそ松さんが配置されるステップアップガチャの復刻開催、あと人気シリーズ1体確定ガチャの再開催、1体確定で配置されるんだよな。これはまた引けるんだよな、これは嬉しいや。あと、ムツゴじゃない大作戦マジアバの開催。これは復刻開催でいいんだよな。で、さらに、更新されたのはこちら。俺たち監督ブラザーズのイベントが開催。新しい星さんの巨匠シリーズなんだな。で、現在、おしばり大作戦、タキニートの開催が始まっていると。通常とマジアバ。使用可能なのが、星4のタキシード、映画のソマツさん、パーカーの星4、ラグランパーカー星4。で、星3で巨匠。あと、ムツゴの4周年記念。あと、松蔵父さん、松尾母さん、いつものの星4か。なるほどね。まあとりあえずまずはガチャ引いてくか。さあやってこっか。どうしよっかな。まあとりあえずお通しガチャ引いてみよっか。何が来るか。パチンコ警察十四松。でどうしよう、タキシードにするかへそくりウォーズリミックスにするか。タキシード、個人的にちょっとこのへそくりウォーズリミックスが気になってんだよな。あ、その前にそうだ、こっちやっちゃおう。1回限定の星4確定ガチャ。まあ排出キャラはこんな感じ。持ってないのはこの前教えた通りだな。なんこんな感じ。排出率が、着物、スイーツ、夏祭り、デート服、ギリシャ神話が 1.8%、F6 が 2.49%、北欧神話、天使キラーが 2.5%、和風スチームパンク、ドラゴンライダー、闇妖怪、バンドロックスクール、楽しいお仕事、死神、自転車、極黒の農業、悪魔サーファー、カラーギャングのラップ、人気エピソード2、サマーバンパイア、モブスター、電気ミステリー、雨、
ゴブリン、クトゥルフ神話、パレードスティームパンクが 0.01%、ヤシナルテが 0.04%。まあ、持ってないの来てほしいんだよな。まあまあまあ、カラーギャングのラップな、カラマツがね、結構能力的に相性いいんだよな。まあ、一体確定だもんな。とりあえず、持ってないやつ来てほしいな。はい。さあ、どうなる？まあ、星4確定だから、この演出も確定と。あー、カラマツ、チョロマツが来てないのね。じゃあ、まず1マツ1体目。天使キラー、1マツ2体目。デート服、獣子マツ1体目。着物、おそ松1体目。天使キラー、トドマツ1体目。アフロディーテ、ギリシャ神話、トドマツ2体目。北欧神話、ロキ。お、最大限界突破いった。おそ松2体目。天使キラー、おそ松3体目。デート服、獣子マツ2体目。F6。さあ、最後。何が来る？1マツ。ゴブリン。まあ、来ないか。さて、どうしよっかな、ステップアップの方は。タキシードか、ヘソクリウォーズリミックスか。リミックスにしよっかな。ちょうど期間が今日までだし。じゃあ、とりあえず、ステップ1のガチャ詳細はこんな感じ。排出率が、独り立ち、プリンス、パレード、北欧神話が 0.2%、ヘソクリウォーズリミックスが 0.01%、ヤシナイタが 0.02%。さあ、何が来るか。まあ、ステップ1だからな。来ないだろう。星4はチョロマツのみか。何が来る？プリンス。なるほど。じゃあ、ステップ2、星4、2体確定。排出キャラは変わらず。排出率は、独り立ち、プリンス、パレードが 0.71%、北欧神話が 0.72%、ヘソクリウォーズリミックスが 0.01%、ヤシナイタが 0.01%。さあ、行きましょう。せーの。2体確定だったよな。じゃあ、この演出で3体はいってると。お、4体。いいね。まずは1末。北欧神話バルドル。おそ末はプリンス。はいはい。チョロマツ1体目。独り立ち。チョロマツ2体目。パレード。ほー、なるほどね。では次はこちら。ステップ3。星4確定。さらにヘゾクリウォーズリミックスも1体確定と。ここからキャラも変わっていくんだよな。排出率が、着物が 2.73%、スイーツ、夏祭り、デート服、ギリシャ神話が 2.72%、独り立ち、プリンス、パレード、北欧神話が 0.75%、ヘソクリウォーズリミックスが 0.05%、ヤシナイタが 0.04%。じゃあ行きましょう。さあ、リミックス1体確定。誰が来てくれるんでしょうか？キープ。おー、なるほど。1マツが来てくれたか。1マツ、ヘソクリウォーズリミックス。敵をごく稀に一撃で倒すことができる。特定のシリーズとキャラの能力をアップさせる。HP と攻撃力がかなり高く、イベントポイントがちょっと増える。ヘソクリウォーズリミックスの HP がそこそこアップする。いいね。で、イベントポイントのアップが、賞があって、期間限定でかなり増えるやつもついてくると。
いいな、へそくり坊主リミックス市松は来てくれんのはこれはでかい。あとね、前回ね、このウルチ系引き換えようみたいなのを言ったんだよね。言ったっつうか、まあちょっと予告したんだけど、引くか。まず4周年ウルチ系持ってないのが、まあこんな感じ。どうすっかな、決めてないんだよね。何がいいかな、ちゃんとした、プリンセスゴスドリかな。電気ミステリアメも、暴走ゾンビもな、ちょっと捨てがたいんだよな。これちょっと気になってんだよね。十四末のプリンセスゴスドリ、ボスに対する攻撃力が究極に高い、 HP がかなり高く、攻撃力がそこそこ高いと。十四末にしよっかな。よし、これで OK。さあ次はウルチ系2。こっちはいっぱいもらえる、いっぱいもらえるつうか、いっぱい候補あるんだよな。ここら辺まではね、ウルチ系、あの4周年ウルチ系と変わらないんだけど、あんまりで、こっからだんだんとね増えてってんだけど、どうすっかな。ホットティーチャーまであんだよな。俺正直欲しいのこれなんだよね。14末の大人&18歳。特定のキャラの能力をアップさせる。HP と攻撃力がめっちゃ高い。ボスに対する攻撃力が超絶高い。チーム内の14末の攻撃力がそこそこアップすると。大人&18歳ね、14末だけ持ってないんだよね。せっかくだからもうここでゲットしときたいなって気持ちがある。まあ、あと1体だしね。じゃあ、引きます。引きます。つうか、引き換えます。よーし、これで OK。では続きまして、こちら。おしばり大作戦、滝ニート交わ編やっていこうか。まあ、まずおさらい。おさらいつうか、まあ、情報ね。出現するのが地上タイプのみ。で、突撃可能キャラが、こんな感じと。タキシード、映画の粗末さん、星4パーカー、で、ラグラン、パーカー星4、ラグランパーカー星4、で、星3の巨匠、で、ムツゴの4周年記念、で、松蔵父さん、松代母さんのいつもの星4。まあ、一応キャラクターも決まってんだけど、チームはこんな感じになってます。まず1列目、お粗末のラグランパーカー星4、攻撃力がかなり高い。それから、カラマツのパーカー星4、スタンダードな能力。チョロマツのパーカー星4、イチマツのラグランパーカー星4、ジューシマツのパーカー星4、トドマツのラグランパーカー星4、カラマツのラグランパーカー星4、ジューシマツのラグランパーカー星4、トドマツのパーカー星4、そして、ムツゴの4周年記念、4周年にふさわしい、ちゃんとしてる能力。まあこんな感じかな。だからこのムツゴの4周年記念、必要 AP52 ってすごくねえか。だいたいムツゴって625AP 必要なんだけど、これ52なんだよな。おそ松と同じ、まあ、ちょっと気になるから4周年記念もチーム入れてみたんだけど。で、アトラクションが地上タイプの攻撃力がそこそこ増えるやつを2つと、トドマツの攻撃力がそこそこ増える。まあこんな感じでマジアバ編やっていきたいと思います。さあやっていこう。アイテム AP 最高、強くなるオートモードはザニートとニート法。まあ出せとか出すか。ん、ちょっと待って、4周年記念意外と再出撃も早いぞ。さてと、今ちょっとさっきチョロマツ一回耐えたな。これは4周年記念全然攻撃できてないんだけど、これはあれか、壁張っ
ってトドマツ一末で攻撃するっていうのだろうな、やっぱり従来と同じような感じで。まあ地上タイプしかね登場しないからね、楽っちゃ楽。まあ一応ね原点回帰みたいなとこあるもんねこれね。さあザニート発動。元はねヘソクリウォーズはさ地上タイプのみだったからな、途中から空中タイプが登場して、で対空タイプも登場したって感じだったもんな。うん、とりあえずもう一末はいっか。二列だけにしとくか。上限まで達す、上限までいっちゃったし。さて、4周年記念の攻撃もそんなに強くはなかったな。まあ楽だよね今回も。しかも今回手に入ってるやつは結構簡単なやつだからな。チームに入れてやんのもこの4周年記念のやつもログインしてゲットしたもんだし、ラグランパーカーやパーカーの星4もねレアオーデンでねゲットできるやつだから、レアオーデンとまあちょっとコインさえあれば最大限界突破いってレベルも最大まで引けるってわけだから、よく見たら敵もサブキャラの6体なんだな。イヤミ、チビタ、トトコちゃん、ハタボウ、デカパンダ4、しかもみんななんかドレスコードしてるし、そんな中ムツゴはパーカー。まあ4周年記念はちょっとねスーツ着てるけど、10始末はねこれスーツなのか。まあのんびりと出しますか大丈夫だよね、一松もトドマツも軍団で固まってるから。メガニート発動。まだメガニート砲圏内だったんだな。あ、でもそこそこ長いのか。じゃあ仕方ないか。早いもんで、ね、へそ棒も4周年か。俺が初めてへそ棒やった頃は運動会のイベントだったかな。あのとあれはね、まずへそ棒知ったのがね、あのまあ先輩のスマホでそのおそ松さんのアプリやってて、なんすかそれってなって、でちょっとやらしてもらって、めちゃくちゃ面白いんだよな。それで、まあ、イベントでさ、いろんな姿の仏像があって、バリエーションとかいろいろあって、すごい楽しくて、で、スマホに買い替えたら、すぐね、へそを、で、途中でね、スマホが壊れて、データ飛んだけどね、問い合わせしたらね、なんとか復活させてくれて、本当嬉しい限りですわよし、敵陣地も攻撃し始めた。もう終わりだねこれは。よし、ちょっと時間かかっちゃったな。4分47秒、まあまあまあそんなもんか。
はい、というわけでこのチームでクリアすることができました。まあ今回も簡単だったよね。4周年記念 AP も低いし最速撃も早いからな、本当にちゃんとしてる能力だったなあとパーカーの星4もラグランパーカー星4もね、レアオデンでゲットできるわけだから、そんなにね入手方法は困難なわけじゃないからな。ただね結構レアオデン必要だと思うんだけどね。まあでもね別に最大限界突破にこだわんなければ別にレベル40でもねクリアできると思うから、今回のマジアバも簡単だね。まあこんな感じでいいか早いもんで、もうへそも4周年なんだけど、あとねちょっと私事なんですけど、私高丸かまるもねゲーム実況を始めて2年が経ちました。俺初めてゲーム実況を撮ったのがあのこのへそぼのねへそぼ先生のなんか2周年おめでとうっていうね動画を撮った、それが一発目のねへそぼの実況動画であり、俺の初めてのねゲーム実況動画でもあるんだよな。だからこの2月9日っていうのがまあへそぼ先生の配信日であると同時に俺のゲーム実況を始めた初の日にちでもあるんだよな。まあほんとこんなグダグダでクソな実況なんだけど、今まで見てくれてる方ほんとありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いしますじゃあ最後にねこちら今回ゲットした市松のへそくりウォーズリミックスと十四松のプリンセスゴスドリー、あと十四松の大人&18歳の説明を見て終わりたいと思います。市松へそくりウォーズリミックス、アプリ4周年を記念してフォトセッションをする市松、スタイリストさんにコーディネートしてもらいカメラの前で慣れないながらもいろいろなポーズを決める。おーいいね、カジノと帽子やモブスターかな、あとはなんだろう靴とかちょっと海賊っぽいけどな、あと服はなんか新品組みたいな、どうなんだろうな、と歩いて、おーいいねかっこいい、あーいいじゃん市松、ボイス攻撃エラーボイス、はいはい、でこうか、チーズ、あちょっと、あとはよろしく、みんな頑張ればいいと思うよ、ああ勝ててよかったね、どうせ俺らは負け犬ですから。十四松プリンセスかっこゴスロリ、物語のプリンセス浦島太郎の乙姫になった十四松、お城で開かれるパーティーに参加するためゴスロリ衣装でコーディネート、ヒッチハイクを試みるが馴染みのカメラ猛スピードで通り過ぎる、誰かを迎えに行くところだろうか。おーいいね、お城までヒッチハイクカメラ猛スピードだ、なんかマイッチングってなりそうだな可愛いんだよな、ほんと乙姫の十四松って、おやられやられで魚の足になるの、足まあおひれになるのか。ボイス、あレアボイスないんだな、十四松大人&18歳、高橋さんの家と走る二人の十四松、大人のドタバタに笑い出す18歳の十四松、
どうしたらいいかわからない？じゃあ僕が素晴らしいアドバイスを君にあげよう。それはね、わー、あのね、わー、あははは、あー、いいね。18歳の十四松がこんなにバカ笑いしたのってこの時のシーンだけなんだよな。おー、いいな。十四松コンビいいね。好き。ボイス、攻撃やらボイス。